ナチスが千年帝国を夢見ているが、奴らはすでに死んでいるのだ。奴らの兵器はスターリングラードで破壊されたが、その邪悪な中核は今もなお勝利をつかもうと必死になってる。親衛隊は戦争に勝つための手段を求めて世界中を探し回っていた。奴らを率いていた最も危険な男、親衛隊上級大佐のフォン・リストは私の人生と魂を奪った。奴は国中の専門家を集めた。考古学者、探検家、歴史家、私のようなオカルトの権威までね。遺物の略奪に協力させられたんだ。しかし見つけた遺物に奴が渇望していた力はなかった。そんな中、ポーランドで全てを変える出来事が起こった。戦争の流れを変えんとするナチスの試みは、どうにかしてこの世と別世界の境界を弱め、闇の力が解き放たれたのだ。何キロも離れた場所で5つの遺物が突然共鳴し目覚めた。古代の精霊悪魔が遺物から手招きしていたんだ。力の約束をささやきながら、もちろんフォン・リストはそれを受け入れた。奴は死者を蘇らせる力を備え、ナチスが失ったものを取り返そうとしている。奴が必要とする軍隊は東部戦線の墓の中に眠っているんだ。奴を阻止するためには盟友が必要だ。さもなくば千年帝国が我々を飲み込むだろう。